国斗の人は、柴良太郎の歴史小説。江戸時代後期に、北新一東流を開き、近代的剣術を創始した、千葉修作を描いた作品である。週刊現代史上2965年1月から10月まで、連載された。千葉修作の幼少期から江戸へ出て中西配置、東流を学んだ、修行時代、北新一東流を開き、上野国での間際年流との、 構想、再び江戸に戻って、神田音玉ケチに、道場、玄武館を構えるまでの青年時代を思うに扱う。芝は、本作で、鉄刀鉄尾合理性を追求し、それまでの剣術における迷信や神秘性を排して、それに基づく怪獣な用語や、曖昧もことした論理の類いも一掃し、近代的な体育力学として新たな、剣術体系を創始した修作を、この点、 日本人のものの考え方を変えた文化史上の人物と評価している。また、本作の前身である中編小説、千葉修作でも、もう50年遅く生まれておれば、剣術者などにはならずに自然科学者にでもなっていたような男と評している。千葉修作は欧州諸国を遍歴する父の流浪の旅の中で生を受けた。父、孔衛門は貧しい豪子の生まれだが、 坂東八兵士の一つを過疎に持つ欧州千葉市の末であり、霊落した加盟を再び起こすべく若年の頃より、自らの剣術の腕を頼んで、欧州中を流浪した。しかし待望は実らず、旅の中途で生まれた、州桜を伴い陸前国栗原軍、荒谷村に流れ着き、桃園にあたる千葉吉野城の養子となった。吉野城が編み出した。 北進無双流の剣術を伝授された孔衛門は、息子の修作にもこれを教え、妖道の頃より剣術を厳しく仕込まれた修作は、長じて、類まれな剣技の才を持つようになる。さらには雄大な体育にも恵まれ、元服を迎える頃には六尺に届かんばかりの異常婦に成長した。修作に天品を見出した孔栄門は、自身の成し得なかった千葉家最高の夢を息子に委ねることにし、 江戸の道場で正式に剣術を収めさせることを考え、修作を連れて、欧州を出る。江戸にほど近い下宇作に松戸に落ち着いた修作は、中西ハイチ東流の皇帝で、江戸でも巧妙な剣豪である、浅利又七郎シチロの道場に入門する。修作はすぐさま頭角を現し、道場内でその剣にかなう者は誰一人としていなく、なった。成功に自信をつけた修作は、 天下の剣断の総帥になりたいという望みを抱き、夜ごと空を仰いで、北斗七世に祈りを捧げるようになる。北斗七世の主座、北神は、千葉家の家神である、妙剣菩薩の化身である。一刀流の流祖である、伊藤一刀斎、あるいは敬愛する、宮本武蔵以来の剣術の大技を遂げると誓った、修作は、道場の帰りなどに、夜ごと空を見上げては、 北天において不動の工房を放ち続けるこの星に己の望みを託した。道場主の又七郎も修作に天賦の才を見、名と目合わせて自身の後継者としようと考える。その後修作は、また七郎の勧めで江戸の旗本屋敷で奉公しながら中世派の宗家である中西道場に通うことになるものの、思わぬことから間に庭年流の見学。 本間千五郎とし合うこととなる。真庭年流は、木刀による形稽古のみで、流法を形作る古流の流派である。新進の稽古法である市内による打ち合い稽古を重視、するべきと考える修作との試合は、さながら古流儀対新流儀の対決といった面持ちとなったが、試合は修作の無残な敗北に終わった。本んの剣には新流儀である修作の剣に対する敵意が、 ありありと込められており、寒布なきまでに叩きのめされた秀作は、新流を検算して、いつの日か古法を打ち破ることを決意をする。中西道場に通い始めた秀作は、ここでもその検査を大いに示した。当政を代表する剣豪が顔を揃える道場は、刺激に満ち、秀作はいよいよ江戸に出てきたという充実感を大いに得る。ところが、 江戸大事の道場で修練に勤そしむ最中養父の、また七郎がやってきて、目録改伝と引き換えに、松戸の道場へ戻るよう言い渡す。松戸へ戻れば、あさり道場は、繁盛するだろうが修作は、一階のお山の大将に泊まることとなり、天下の剣断を制するという年来の望みは、無産せざるを得ない。養父の言葉に逆らうわけにはいかず、修作は不正不正松戸に戻ったものの、 しかし、門人たちを指導するにあたって、自身が、かねてより模索していた、真剣術を教授することにする。太ちを振るって、相手を倒すという目的上、本来標法というものは、合理的な理論で構築されるべきであったが、既存の、どの流儀もその技術を強業しい宗教用語で、装飾していた。修作は、持ち前の合理的思考力で、いたずらに怪獣な宗教性。 哲学性を払拭して、剣術を純然たる力学に作り変えようと考え、金ね,ね合理主義で組み立てられた、新剣術の構想を重ねていたのだった。合理的で平易な修作の教授法は評判を呼んで、門人を飛躍的に増やすものの、しかしまた七郎はそうした教授法を古法に対する冒頭と受け取った。また七郎は、教授法を古法に戻す、よう言明するが、修作は、 頑として譲らない。結局両者は他元を分かち、周作は中西派の目録を返上し、また、七郎との養子の縁も切って、あさり家を去ることとなる。中西派を破門になった周作は、当代のいかなる流儀とも異なる合理的思考に基づく新流儀を起こし、自ら一流派を開くことを決意する。北新一刀流と命名した周作の件はたちまち、 江戸の剣断を圧し、書道場は、修作の名を耳にしただけで戦慄するようになった。己の新流儀に自信をつけた修作は、江戸で、上野国に足を向けることにする。類代、上泉伊勢守をはじめとする数多の剣豪を生んで、剣は、上州として知られる。この国は、かの間庭年流の本拠地でもある。上州に足を踏み入れた修作は、 間庭年流の剣客たちに次々と勝負を挑み、剣客たちは、軽々とあしらわれて敗退した。敗れた剣客たちはことごとく修作の門下に入り、修作は高崎に今日構えて、北新一刀流の道場を開くこととなる。合理的で誰にでも学びやすい北新一刀流の剣術は、爆発的な人気を呼んで入門者が殺到し、 間庭年流を学んでいた者たちまで自流を放り捨てて入門をこうた。標法の国上州をもって北新一東流を試そうと考えていた周作は予想もしなかったほどの成功に自信を深めるがやがて門人たちの中からイカホ明神に巨大な武道学を奉納しようという計画が持ち上がる。北新一東流が上州一円で成功したことを記念するものであったが しかし、間に庭年流の側にしてみれば自分たちの敗北を剣伝されるようなものであり、赤八州を見下ろすイカホの明人に、そのようなものを計画されるのを黙って見ていようはずも、なかった。落ち目になったとはいえ、未だ上州で強い力を持つ、大集団を敵に回せば、国中に乱を引き起こす羽目にならぬとも限らない。修作は、慎重な姿勢を示すものの、門人たちは、 そのような修作のいさめにまるで耳を貸そうとしなかった。古来より環境として知られる上州人は多分に直上傾向の癖を持つが、弟子たちも例外ではなく己の成挙に興奮して勝手に動き回り、事態は修作の腕をすり抜けてトントン病死に進み始めた。それは敵方も同様で、間庭年流の方でも総主、樋口定てるは、 中作同様に騒乱が起こることを危惧したものの、計画計画に激行する門弟たちを抑えかねていた。次第に、弟子同士での小競り合いも頻発するようになり、注文した額が仕上がる頃には、両流の対立は、常習中の知るところとなって、もはや、千葉か真庭か都市有を決しなければならぬところまで、緊張が高まった。いよいよ北進一刀流一門が計画を、 虚構しようという矢先、真庭法が、イカホ山中に戦国そのままの陣を敷いたという知らせが飛び込んできた。上州中の門邸を集結させた真庭方は、たとえ、武力に訴えてでも計画を阻止する構えであり、これに奮撃した北進方も、門人をかき集め、イカホと目と鼻の先の引き間村に退陣することとなる。ことここに至っては、 現在演武以来耐えて久しい騒乱が起こることは必要であり、抗議の激凛に触れて、強方停止の命を下され、北進、真庭双方とも友倒れとなりかねない。真庭法への敵意で燃え上がった弟子たちを制止することは、とてもかなわず、一大決心をした周作は、単身自陣を抜け出して、伊下保に向かった。目指すは、真庭年流の当首樋口育てるであり、修作は、 敵の対象と直談判することで騒乱を起こさずに決着をつけるつもりであった。大名さながらの護衛に囲まれて、そまみちを興奮するサダてるを見つけると周作は闇夜に紛れてその身をさらい、四人を交えぬ一対一の談判に及んだ。間には肩の陣を引いてくれるよう願った。もとより低輝きも、弟子たちに突き上げられてやむなく行動を起こしたのであり。 騒乱を望んでいたわけではない。翌朝になると、イカホの陣営は、きれいに引き払われていた。仲裁に奔走していた村役人に、真庭法が、ここまでの情報を見せた以上は、計画を中止してもらいたいと懇願されると、周作は、反対する門人たちを押し切って、武道学の奉納をやめることを決断する。同時に、北進一刀流は、上州から身を引き、 この土地を去ることとなった。上州を去り一旦江戸に戻った秀作は、今度は西国屋市を向け再び剣術戦技の旅に出た。東海道を開国した秀作は、土地土地の剣豪をことごとく下して蘇生名をさらに、とどろかせ、もはや天下の剣格で秀作と、北新一刀流の名を知らぬ者はなくなった。いよいよ己の新剣術が百世にわたって伝える。 価値があると確信するに至った修作は、江戸に帰って、道場、玄武館を開いた。北新の北の儀を新、新獣、玄武にあやかって名付けた道場には入門希望者が、後を絶たず、最初に開いた道場はすぐに手狭になり、神田を玉家地に広大な敷地を持つ大道場を建てることとなった。修作の優れた教授理論は、凡庸な素質のものでも、 名人の意気にまで達せると評判を呼び、玄武官には入門者が引きも切らずに押し寄せ、常に激剣の音の耐えることのないほどの盛況を成した。戦国末期以来久しく停滞していた憲法は、修作の権利によって一新され、万人が上達し得る道が見出された。それ、憲は、窓加速。心、気、力の一致修作が生涯好んで使った。この言葉には、 その権利の要定が明瞭に示されている。剣術とは詰まるところ立ち行きの速さであり、それ以外にはない。剣術を、雲上の術から、地上の力学に引き下ろした、この男の新流派は、やがて近代日本剣道の体操を成すこととなる。1967年8月3日から同年9月28日まで、ネットテレビのナショナルゴールデン劇場枠で放送。 モノクロ放送。放送時間は毎週木曜22時22時56分。第5回ギャラクシー賞の第2回期間戦賞を受賞した。キャストスタッフ1974年7月7日から同年9月29日まで、富士テレビの白雪劇場枠で放送。制作、関西テレビ、小西酒造の一社提供。全13話。 放送時間は毎週日曜21時21時55分。キャストスタッフ放送日程。ありがとうございます。